辰丸君、山岡君衆議院議員の山岡辰丸でございます。本日産業競争法強化法案ということで、この改正案ということでですね、質疑の時間をいただいております。前回に引き続いてですね、ちょっとこう前回質問しきれなかった部分から伺いたいと思うんですが、前回脱炭素技術のことで、苫小牧の CCS、CCUS という、地域、ものづくり産業の町ですね、そういうところの努力のことについていろいろ取り上げさせていただきましたが、水素についてもですね、やはり北海道でさまざま努力している地域がありまして、私が政治活動として活動させているエリアにはですね、北海道の室蘭市というところがございますが、この室蘭はですね、この度協議会も作りですね、水素輸入拠点の誘致をしていきたいということを強く打ち上げました。室蘭はもともと鉄の町とも言われて、ずっとものづくり、盛んだったわけでありますが、早くからですね、この水素ということに着目をされ、経産省がですね、水素ステーションを全国に普及させようという措置をする前からですね、市独自に水素ステーションを設置して、この水素燃料の自動車を入れたりとかですね、地域住民も巻き込んで、水素ということにすごく皆さんで勉強をしてですね、そしていろんな産業をこれからまた活性化していくにあたって、必ず次の時代は水素になっていくんだということも念頭に置きながら、この度政府がそうしたことに大きくシフトする、もちろんもともと力を入れておられましたけれども、大きくシフトする方向になったということで、まさにですね、海外からも含めて水素を輸入する、そういう港湾の町でもありますから、港の機能を生かしていきたいということを強く考えているわけであります。まず大臣にお伺いしたいんですけれども、こうしたですね、地域としてのさまざまな努力している中で、この室蘭の、この取り組み、大臣率直にどのように感じられるか伺いたいと思います。梶山経済産業大臣。室蘭市においては早期より水素ステーション整備や FCV の導入を行うなど、先進的な取り組みを進めてきた地域であると考えております。さらに今年に入ってから水素輸入拠点誘致を目指して、民間企業を巻き込んだ新たな協議会を設立する動きもあると伺っておりまして、こうした前向きな取り組みは大変心強いと思っております。特に今従来の港が、重要の港があります。でそして国交省においてもカーボンニュートラルポートというような取り組みもあります。港近辺での水素の活用ということも考えております。さらにまた海外からの水素の輸入ということ、さらにまたいずれはやはり自前でということも含めてお考えなのかもしれませんけれども、こういった取り組み、2050年に向けて水素を大きなプレイヤーに育てていくためにも重要な取り組みだと思っておりますので、私どもはしっかりと応援をさせていただきたいと思いますし、室蘭は先行例だと思っておりますので、しっかり対応してまいりたいと思います。山岡辰丸君。大臣からですね、先行例というお話もいただきましたが、ぜひこれ実現に向けてですね、これからまた着実に進んでいかなければならない中でですね、心強く応援していきたいというお話もありましたので、さまざま課題見つかってくるだろうと思います。その時にですね、いろいろですね、いろんな形でですね、支援をしていただきたいということを思いますので、この場でもお願いさせていただきたいと思います。で経産省に伺いますけれども、室蘭という町はですね、この水素というのは早くから着手をしてきたんですが、北海道という地形の中でこれから洋上風力も、かなり国が力を入れていかれるということで、洋上風力設置にあたってのですね、バックヤードを含めたですね、そうした拠点校も目指していこうということも並行して考えてきたという経過がございました。この中で資源エネルギー庁がですね、この度ですね、洋上風力等から作った電気をですね、また港に持ってきて、そこでまた水素を生成してですね、それを地域の中で循環させていくという、かなり将来に向けたビジョンではありますけれども、そうした地域構想というのも打ち出されましてですね、室蘭という、例えばこれまで鉄鋼の町としてずっとやってきた町が、どういう方向にこれから行けばいいかということを考えたときに、極めて魅力的なビジョンにも移ってくるというわけであります。ですのでですね、この構想に基づいた、特に地方都市、そうした港湾の町、その方向にはぜひですね、導いていただきたいなということを思うわけでありますが、今現在ですね、このあたり、どういう取り組みをされておられるのか、ここを伺いたいと思います。
新エネルギー庁、茂木省エネルギー新エネルギー部長。北海道は今議員ご指摘のとおりですね、再エネ資源が大変豊富でございまして、洋上風力を含む再エネ由来の水素、まあ、こうしたものもですね、室蘭のような工業地帯で利活用されるということは、これ北海道全体のカーボンニュートラルの実現にとっても極めて重要だというふうに考えています。まあ、経産省としてはこの水素の社会実装を効率的に実現していくための需要と供給が隣接する地域におけるモデルというのを作っていくためにですね、供給コストの低減と水素利活用の拡大に向けた取り組みを進めているところであります。まあ、具体的には水素の製造コストを低減していくというためにですね、水電解装置のコスト低減に向けた大型化とかモジュール化、まあ、こうした技術開発を進めてまいりますし、それから再エネの余剰再エネを活用した柔軟な運転技術の実証や整備、制度整備、こういったものも進めていきます。また供給の組み合わせと合わせまして、利活用のサイドということで発電や輸送や産業などの技術実証、こういうのも進めてまいります。それから加えまして、地域における水素の利活用モデル、こういったものも作っていくということが必要でありますので、これは港湾の周辺地域に立地する民間の企業の皆様や、あるいは自治体などが中心となって水素を利活用するためのポテンシャルの調査ですとか、あるいは新しい計画の策定の支援、こうしたものもですね、継続して行ってまいりたいというふうに思っています。まあ、こういった取り組みを通じて水素の社会実装を加速化していきたいというふうに考えています。山形つまる君。まあ、今お話の中でですね、まあ、北海道全体のカーボンニュートラルにも大きく資するということで、まあ、社会的な意義も大きい取り組みだと思いますので、まあ、地域の中でですね、まあ、資源エネルギー庁にもさまざまこれからですね、まあ、いろんな課題解決のための、まあ、質問もあるでしょうし、あるいはですね、アドバイスをいただきたいという話もあるでしょうから、まあ、いろいろさまざまな形でですね、支援を賜りたいということを強く申し上げさせていただきたいと思います。で、今日はですね、まあ、さらに、この話からですね、まあ、エネルギーの話を少し先に伺いたいと思います。まあ、産業競争力強化法案は、まあ、いろんな分野の企業の、まあ、競争力、活力向上ということもあると思いますが、その中でエネルギーのことについてもですね、まあ、かなり法案の中で含まれているところであります。で、この委員会でもですね、そこに関連して、まあ、この間の冬のですね、いわゆる電力の需給の逼迫、それに伴ってスポット市場という、まあ、卸しその日の取引の電力市場が、まあ、大きく高騰したということがございました。まあ、私も私の立場からですね、私の視点を持って、まあ、このことについてお伺いしたいと思います。で、北海道ではですね、2018年胆振東部地震がございまして、まあ、私自身の活動エリアが胆振ということもあってですね、多くの人が災害に見舞われて亡くなられた地域でもあります。まあ、災害の復旧復興ということ、まあ、あるいはですね、今後災害があったときに被害を最小限にしていくということはですね、まあ、私自身の活動としてもですね、これは答えていかなきゃいけないという思いであります。で、この地震でですね、まあ、人命に関わる被害も多数あったわけでありますが、しかし大きな事象としてあったことは、まあ、皆様ご存知の通りでありますけれども、北海道全体の停電でございました。まあ、すなわちブラックアウトが起こったということであります。まあ、極めてですね、やはりこの電気がない、電力がないということの、まあ、暮らしが、まあ、地域にとっていかに不安を広げるか、そしてまあこれは幸いさまざまな関係者のご努力の中で、それなりに早く復旧があったわけでありますが、しかし、まあ、起こった当初はですね、先が見えない中でですね、まあ、非常に地域不安が広がっていたということを、私自身も北海道の中におりましたので、まあ、そのことを自分の身をもっても体験させていただいたという状況でもございました。まあ、こうした中でですね、昨年から今年にかけての冬においてはですね、まあ、停電にはならなかったんですが、まあ、電力のこの需給逼迫し、まあ、特に燃料が不足した中でですね、結果として市場が高騰したということがあったわけであります。まあ、このことを取り上げようと思っていたんですが、大臣からですね、この度、まあ、皆様にお配りした資料の、すみません、4番目のページからなんですけれども、最近発表あったお話で、このことをまず伺いたいんですけれども、これですね、前回の冬だけじゃなくて、この夏も安定供給に必要な供給力は、かろうじて確保できるものの、ここ数年では最も厳しい見通しだということが発表されました。で、合わせてですね、
次の冬については現時点では東京エリアにおいて安定供給に必要な供給力が確保できない見通しだと、まあ、かなり衝撃的な中身の発表をされたわけであります。で資料5にですね、まあ、その具体的な数字も出ている、付けさせていただきましたけれども、まあ、大体 3% 予備率が最低限必要な安定供給のための、まあ、この供給力がですね、まあ、夏に関しては 3.78% 程度の余力、そして冬については、まあ、東京ではマイナス 0.2、0.3 という状況になっているという状況であるということでございました。まあ、本当にですね、電力全体の状況が一体どうなってしまっているのかということを強く感じるわけでありますが、大臣、このままだとですね、この間のような逼迫みたいな状況が、まあ、繰り返されるのかということがあろうかと思いますし、まあ、どう対処するのかということで言えば、この資料4に付けさせていただいた中身にですね、いくつか書いてあるんですけれども、まあ、この小売事業の供給力確保とか言ってもですね、もうすぐ目の前の話であると思うんですよ。そうすると事実上は需要家に対する協力要請、つまり節電のお願いをするということが主題になった対応ということになってしまうのかなということを思うわけでありますが、大臣、この対応等をどう考えておられるんでしょうか。梶山経済産業大臣。現状このままでいけばということでお話をさせていただきました。その上でしっかりとした対応をしていくということで、今委員からお話があったような対策について今議論をしているところであります。この夏はかろうじて大丈夫だと思っております。というのは、その火力で退出をしていく、まあ、市場から退出をしていく電源というものは結構あるわけですね。まあ、そういったものも含めてどう扱っていくか、カーボンニュートラルを目指す上でその過程において、まあ、そういう形が出てくるということであります。まあ、それらを例えば休止の形でメンテナンスの費用がかかるということで、やはり完全に退出させたいと思う事業者側もいるということであります。まあ、そういったことについて、発電事業者に対する供給力の確保の働きかけということで、暫定的にどのくらいか供給確保をしっかりしていただく、次の予定ができるまで、次の置き換えができるまでにそういったものをしていただくということも重要かと思っております。そして需要家に対する協力要請というのも今委員がおっしゃったとおりでありますけれども、需要供給に関するタイムリーな情報提供、その他の必要な制度的な措置の検討といったことについて、早急に対策をまとめるように指示をしております。全体の電力量が足りなくなること、あと市場への影響ということも含めて、相対的にしっかりと考えてまいりたいと思っております。山岡達丸君。大臣、ちょっと確認したいんですが、夏はかろうじて大丈夫だということをおっしゃられましたが、これは節電要請をされないと、されなくても大丈夫だということでいいでしょうか。梶山経済産業大臣。つい目先のことであっても将来のことですから断定はできませんけれども、そういう思いで今想定をしております。山岡達丸君。これ、まあ、この発表資料にはですね、需要家に対する協力要請ということが書かれているわけでありますが、まあ、夏はですね、まあ、これが開催されるのかどうかは別にして、オリンピックということが少なくとも今政府が予定されているという状況で進んでいるわけでありますが、これ需要家に対する協力要請というのは、この夏にかかる協力要請というのは、まあ、当然理論上ですね、オリンピック組織委員会、まあ、そこに対する要請というのも含まれてくるということでよろしいんでしょうか。新エネルギー庁、松山電力ガス事業部長。お答え申し上げます。いや、詳細な話でありましたので、私の方からご答弁申し上げますけれども、先ほど大臣の方から申し上げました、ご答弁申し上げましたように、今年の夏、冬につきましては、先般、電力広域的運営推進機関のこれ発表されました需給の見通しでは、厳しい状況となっております。で、夏について申します、3.7 から 3.8 というところでございます。3% のラインは、今のところ確保できてございますが、この数年の中では一番厳しく、まあ、その状況については注視していかなきゃいけないというふうには考えております。節電要請というものを法律上なすのはこの 3% を切ったレベルからになってくるわけでございますが、長期になってきますと、この節電の呼びかけ、効率的な利用の呼びかけというのは例年通り行っていくというのが今の状況について言うと考えられるところだと思います。ただこれは予断を許さないところでございますので、今大臣の指示を踏まえまして、どのような策を発電側、小売側、そして需要家の皆様がやったのにご協力、やっていかなければいけないかと今検討中でございます。
山岡辰丸君。いや、今部長からですね、節電の要請は 3% 切っていても、あですね、呼びかけは考えていくんだという話もありましたが、この大臣の少なくとも発表された中では協力要請をしていくということが書かれているわけであります。で、私はですね、これ大臣にお伺いしたいんですけれども、まあ、今ですね、このオリンピック開催するかどうかという議論を置いといて、開催するということになったときに、例えばワクチン、これを接種をどういうふうな優先順位にするのかとか、さまざまな議論があって、そのオリンピックの優先順位をどうするのかという議論があろうかと思います。この中で、夏の電力が逼迫して、いわゆる国民にですね、節電の、要請というところまで行くのか、あるいは呼びかけなのか、少なくとも厳しいからお願いしますということに当たったときに、そこに同時に開かれるオリンピックに対してですね、これに節電というようなことを同じように行わなければ、これはですね、国民の生活を犠牲にしてでも電力をオリンピックに提供するのかという同じ批判が起こると思うんです。ですから大臣に伺いたいんですけれども、これはですね、オリンピック組織委員会等も含めて節電を要請していくんだと、その場合によってはですね、そのことをちょっとここではっきり申し上げていただきたいんですが。梶山経済産業大臣。需要家に対するその要請っていうのはですね、例えば工場の稼働をどうするかとか、そういう大口の需要家に対するものもあるわけであります。そういったことも含めて段階的に考えていきたいということ、そして、例年ですと夏の一番の需要期というのは、甲子園の野球で高校野球大会のところに皆さんがやはりテレビをつける、そしてクーラーをつける、そういった中での節電要請というものもした時期があったかと思いますけれども、オリンピックも、そういう形で国民の方がもし開かれるということであれば、その国民の耳目を集めるということでしょうから、そういったことも考えていかなければならないと思います。山岡辰丸君。大臣お答えいただきましたが、いやこれはですね、本当に私たちはみんな議員たちもですね、経済委員会ということでありますから、この電力というのがいかに国民の皆様に公平にですね、きちんと享受していただかなきゃいけないものを考えていかなきゃいけないときに、この点というのは極めて重要だと思いますので、ぜひもし仮にそうなったらですね、そういう対応すべきだということを、私からも申し上げさせていただきたいと思います。で、次にですね、この、スポット市場の高騰について伺いたいんですけれども、資料のこれは8番目にですね、この委員会でも再三再四この取り上げておられますけれども、一時期この以前の冬にですね、足りなくなり、燃料が足りなくなりですね、日頃の価格にしてみたら異常というとも言われますけれども、最大250円までつけたということで、その後ですね、200円の上限規制をつけた中では、200円ということで推移しているわけでありますけれども、こういう高騰が生じているわけであります。で、いろんな答弁、これまで経産省の方はされているわけでありますけれども、当然、この自由化という制度を入れるにあたって、経済産業省、資源エネルギー庁としては、こういう高騰というのがあり得るということは、予見されていたということで理解していいんでしょうか、伺います。経済産業省、佐藤電力ガス取引監視等委員会事務局長。お答え申し上げます。まず事前に今般のようなスポット市場の高騰があり得るかどうか、予期されていたかどうかというご質問をいただきました。災害等により供給力が減少した場合には、スポット市場価格が高騰し、それが一定期間継続することがあり得ることにつきましては、有識者や新電力などの事業者からなる私どもの審議会におきまして、具体的な記述で申しますと、2019年9月から12月にかけて計4回、また資源エネルギー庁の審議会におきましても、2019年6月から20年3月にかけての計5回、今ご指摘いただきましたような想定も踏まえまして、議論が行われてきたと承知をしております。具体的に申し上げます。審議会におきましては、2022年度以降のインバランス料金制度設計に際して、スポット市場がある程度の期間、高騰することが不可避となる計画停電の場合に市場を閉じるかどうかの議論がございました。計画停電はご承知のように、311のあと、3月14日から28日まで2週間実施されたことは周知の事実でございますので、計画停電時に市場を閉じるということは、数週間程度、スポット市場の高騰を容認する、予想することにほかなりません。それでその結果といたしまして、審議会での議論の結果、
計画停電の場合にも市場は閉じることになりました。またあとご指摘でもございました、そういったことに関して、説明はどのようにしたのかどうかということでございますが、当委員会といたしましては、その審議会での議論の経緯及び結論につきまして、2019年の10月から20年の1月にかけて計4回新電力も対象といたしました説明会を実施いたしまして、計画停電時にも卸電力市場は閉じないことや、継続的な卸電力市場の価格高騰もありうことなどについて説明を行ってきたところでございます。山形つまる君。私そういう説明をきちんと行ってきたのかということの質問項目に加えてたんですけれども、今図らずもそのことまでご答弁をいただいたという理解でありますが、私はですね、この後触れますが、きちんと説明をですね、少なくとも国民に対して行ってきたとは思わない。それの結果がこの委員会の中でですね、この今回の高騰をめぐって数々の議員あるいは与野党含めてだと思いますけれども、一体どうなっているのかということになったということの結果だと思っておりますが、問題はですね、今のお話の審議会の議論の中でこの高騰に対する評価どういう位置づけなのかということも、私も過去の審議会いろいろ確認してきてですね、この自由化の中での議論を確認してまいりましたが、これは皆様にお配りした資料でありますが、1番から特に2番にかけては審議会の資料でありますが、平成28年ですか、2016年頃ですね、これ、容量市場等をですね導入するかしないかとか、そうした議論の最中でありますけれども、審議会で、今でも審議会に所属されですね、かなり長くこの問題にかかっておられますが、松村委員のご発言として、黄色に引いておられますけれども、供給力を超える需要が出てきたときに、スパイクが、つまり卸市場の価格なりがすごく高い価格になれば、そこで固定費が回収できるということになりますと、つまりこの今まさに起こっている状況なんですけれども、卸市場がすごく高くなるという状況は、固定費が回収できる、発電事業者の固定費が回収できる状況だから、良いではないかというスタンスでお話をされておられます。で、下のですね、ネガワットというのは、国民の皆様が節電をした量でありますけれども、これが高くなるんだと、要は節電もするしということを述べておられるという発言であります。で、次ですね、佐藤オブザーバーの発言ということがあります、電力広域的運営推進機関理事、今、ご発言いただきましたが、これは当時の佐藤局長の肩書きでございますよね。佐藤局長はですね、いわゆるいろいろこの今後起こりうる、電力不足というのの懸念を表明されているという状況であります。これが5年前であります。で、その次のページのですが、さらに時代を遡って、2012年頃、電力自由化の、議論の、最初の頃ということかもしれませんけれども、これは八田委員、この方はですね、今、電力ガス取引監視等委員会の委員長をお務めであられますね。この方はですね、リアルタイム市場がきちんと動くということは、需給が逼迫したときに、リアルタイムの価格が上がるから、停電の可能性が減るんですと、だから家庭のためになるという言い方をするんですよ。ちょっとなんで家庭のためになるかって、私はちょっと理解しがたい部分があるんですが、それはなんでかっていうと、電力が高くなれば家庭が節約するからと、そしたら自動的にこの停電も防げるじゃないかと、そして自家発もみんな作るようになると。つまりこの市場を導入して価格高くなることによって、ご家庭がみんなですね、使わなくもなるし、あるいは自家発もやるようになるからいいじゃないかという、この極めて高騰をですね、良しとするという状況で議論が進んでいます。その下の松村さんというのは、カリフォルニアでさまざま停電の、この需給逼迫の問題が起きたという事例があったときに、そんな事例をここに例に出すなと、いわゆるですね、小売事業者が、発電能力を持っていれば、そんなことは防げるんだから、この価格っていうのはこのままでいいんだということをお話し、されているという状況であります。で、3ページ目なんですけれども、これはつい最近です。4月2日、今、先ほどもご答弁いただきましたが、資源エネルギー庁の電力ガス事業部長の松山部長のご答弁でありますけれども、この電力システム改革で、いわゆるこれは電力、このスポット市場の高騰についてのお答えでありますけれども、これは改革のある意味、成果でございますというご発言をされているわけであります。で、部長にですね、この成果でございますということの趣旨を伺いたいんでありますけれども、
まあ、これはですね、まあ、これまで自由化の議論でずっと行われてきましたけれども、まあ、価格高騰によって発電事業者が固定費回収にもなるし、消費者の、まあ、自動的な高いことによる節電にもなるし、小売が発電能力も持つということのきっかけにもなるし、まあ、そうしたこと、あるいは国民全体の電力逼迫のリスク等も含めた、この自由化で起こるであろうですね、さまざまなことを容認していくことも含めて評価し、そしてここのご答弁にあるように、歩みを止めていかないと、歩み続けるんだというお話であるんでしょうか、その趣旨を伺いたいと思います。資源エネルギー庁、松山電力ガス事業部長。お答え申し上げます。この先日のこの委員会での ご答弁申し上げた内容についてご確認の質問でございますけれども、まず電力の自由化というものは、この産業競争力強化法の話にもつながるわけでございますが、我が国の電力サービスというものが低廉でかつ多様で、そして安定的なものとして、サービスできるような事業、産業が育っていくためにはどうするべきかということについて申し上げますと、産業に対する、事業に対する参入者が増えて、その競争を通じることによって、より質が上がっていく、より多くの参入者の競争を通じた競争力の強化といいますかですね、そういうのを促進するためのものだと認識してございます。そうした場合に、まあ、先日申し上げたご答弁はですね、多数の事業者が小売事業および電力事業に参入してきていて、しのぎを削って、事業の競争力の強化に向けて、動いてきていると、こういう状況についてまず大きな成果ができているのはというふうに認識してきているところでございます。他方で一方で委員ご指摘のように、この自由化というものについては、負の側面、すなわち安定的な事業を運営して、単一事業者が、提供していく場合であれば安定的、コストも、価格もということになるわけでございますが、市場を通じるわけでございますので、そこには一定の価格の変動、もしくは場合によっては価格の上昇、時には高騰ということもありるわけでございますし、また先ほど申し上げておりましたような火力事業についての撤退、停止ということにつながるような卸市場の低下、卸市場の拡大ということを通じた事業の採算性、安定供給の懸念ということも生じるわけでございます。私どもとしましては、自由化、これにもたらされる恩典というものを、それより拡張していくために、この自由化の取り組みを進めていかなければならないと考えておりますが、そこから出てまいりますさまざまな課題に対しましては、その都度、安定供給というものとバランスを取り、事業者の方々の予測可能性を確保しつつ、対応していくための対応策、こういうことはしっかりと取り組んでいなければならないと、このように考えてございます。山岡達丸君。まあ、今こうしてですね、いろんな事象が発生し、そして大臣が夏冬もこの電力が足りないということを表明するに至りですね、まあ、その上で今部長にですね、問いますとですね、今お話しいただきましたけれども、今ルール答弁いただいたようなリスクとか、まあ、そういうことっていうのは、私は積極的にこれまでですね、自由化という正義の名のもとに説明してこなかったという印象を強く持つわけであります。当然自由市場になればですね、リスクが伴うというのは原理的に当たり前のことでありまして、まあ、今のスポット市場は、まあ、フィット制度もありますから、まあ、すでに制度で利益を得ている発電事業者もですね、まあ、極めて安い金額でこれは入れているという事情もありますし、まあ、いわゆる大手の電力会社はですね、余剰電力がある場合ですね、いわゆる固定費を乗せない変動費用で拠出するということも、まあ、これは資源エネルギー庁が求めてきていたということはですね、過去に世耕大臣のご答弁からもですね、これは明らかになっていることでありますから、日常的にスポット市場というのは、極めて安く推移するということが続いてこられたということを、続いてきたということを思うわけであります。で、電力というですね、この特性としてはですね、例えば農家さんであればですね、まあ、作った農作物を、まあ、小売りに売ったときに、小売りがレストランとかで付加価値をつけて販売するとか、まあ、そういうですね、さまざまな工夫ができるわけでありますが、じゃあ、電力に小売りが付加価値をつけられるのかといえばですね、これはつけられない。言うなれば、リスクを取って安売りするということをいかに許容できるかというビジネスに、まあ、なっていくし、そこに引っ張られて、発電事業者は余分な余力の電力を持つには難しいということが、他の産業よりも極めて顕著に出やすい性質なんじゃないかということを強く思うわけであります。まあ、このですね、話について、まあ、やはり私は、まあ、きちんと説明をして、そして今日の部分のことを懸念をですね、まあ、過去の審議会でこういうふうに議論されているわけでありますから、
このことを踏まえて対処してきていればですね、少なくとも今日のですね、まあ、電力逼迫、まあ、もしかしたらオリンピックやるんであればですけれども、にまで節電を呼びかけなければならないかもしれない、協力を依頼しなければならなきゃいけないかもしれないという状況には、私は回避できたんじゃないかということを強く思うわけであります。でこれでですね、いわゆる、まあ、今回、スポット市場の高騰ということで、まあ、この余剰分のですね、利益、特に送配電事業者の黒字分については、今後のですね、託送料金の引き下げという形で、まあ、需要化で還元したらいいんじゃないかというような議論もあるやに聞いているところでありますがですね、まあ、しかしその場合においても、この現在の制度において、送配電事業者も、まあ、それなりの制度上の赤字を抱えていることだと承知してますから、こういう部分はきちんと精算した上でですね、この後の還元の仕方の検討はすべきだということも、併せて申し上げさせていただきたいと思います。そしてですね、まあ、これは2つの話が混同するわけでありますが、これから夏と冬の電力不足というのは、設備容量全体の不足ということが、まあ、懸念されるという中での起こっていることでありまして、これは資源エネルギー庁の、まあ、立場説明によればですね、これから容量市場がきちんと稼働していって、まあ、4年後にはですね、容量設備に対しての投資も促進されるはずだと、まあ、この4年間空くというのも極めて重大な問題ですけれども、まあ、そういう立て付けになっているわけでありますけれども、しかし、昨年の冬、今年の1月にかけての冬に起こったことはですね、容量の問題ではなくて、いわゆるその瞬間の燃料が足りなくなった問題だと思うんです。容量設備はあっても、そこで炊く LNG が足りないと、一時的に足りなくなったということであると思ってます。いわゆるですね、キロワットの問題ではなくて、アワーの問題だと、この認識で間違ってませんか、伺います。松山電力ガス事業部長。お答え申し上げます。今お問い合わせでございました、お尋ねでございました、今年の冬、年初のですね、電力需給逼迫については、新型でいろいろ検証を進めてまいりました。結論から申し上げますと、さまざまな複合的な要因の結果だというふうに考えてございます。一つには断続的な寒波による電力需要が、まあ、もちろんこの数年の中にもいろいろ濃淡ございますけれども、かなり高いレベルであったということ、そして委員ご指摘のように LNG 在庫の減少によります火力発電の稼働率、これ非常に高くなったことによりまして、まあ、その在庫が非常に減って稼働抑制によって供給力が弱くなってきたということ、そしてこれまでご質問を頂戴しましたけれども、火力発電所の休廃止等によりまして、もしくはトラブル等による休止停止ということによって供給力が低下傾向にあったというさまざまなものの重なった結果だと考えてございます。これについては審議会によって対策を講じる必要があるということで結論を得ておりまして、特に委員ご指摘のですね、キロワットアワーの問題について申し上げますと、前もっての予防策といたしまして、燃料の確保状況を、発電事業者のサイドにしっかり確認していく仕組み、そしてガイドラインを示して、何を調達、どの水準にしていくということを示していく、こういった対策とともにですね、いざこういうことが起こったときに、電力事業者相互間で燃料を含め、火力の発電量を含めて融通する仕組みの構築、まあ、さらにはベースとなる自由化の後に起こったこの事象に対してですね、制度的にどういう対応をしていくべきか、まあ、こういったことを複合的に対応策を講じていくという結論を得ておりまして、これを着実に実施していきたいと考えてございます。山岡達丸君。まあ、今ご答弁いただきましたが、まあ、この中にはですね、まあ、いろいろ外的な要因はありますけれども、しかしその瞬間的に起こったことは、LNG 燃料が不足していたということもお話にあったわけであります。そしてその対応もしていくというお話がありましたが、じゃあそこの部分をどなたが負担していくかという部分もあるわけであります。まあ、電気事業法上はですね、供給能力の確保義務を小売事業者にも、まあ、求めているわけでありますからですね、まあ、そのあたりはですね、安易な、まあ、考え方ではなくてですね、ちゃんと制度にのっとった公平性のある適切な対応をしていただきたいということをですね、強く求めさせていただきたいと思います。で、話はですね、このアワーの話ではなくて、設備、容量全体の話に戻りますけれども、まあ、資料4の中にですね、まあ、しれっとこう書いてありますけれども、このいわゆるですね、近年、発電をめぐる環境事業の悪化等による火力発電の休廃止が相次いでおりと。だから、まあ、こういうことが起こったんだということも発表されておりますけれども、
これはまさに、まあ、佐藤局長が過去の中でも議論で懸念を示されていた自由化の中でですね、事業者の合理的な判断として予備力を持たない、まあ、その結果それが重いのか早かったんでしょうけれども、まあ、今回の状況が、まあ、生まれているわけではありません、まあ、せっかくなんで当時お立場で今この価格を監視する立場にあられる佐藤局長、今の状況どうご覧になっておられますか。伺います。佐藤事務局長。お答え申し上げます。先ほどあの松山部長からもご答弁いただあのご答弁が答弁がありましたように、まあ、例えば容量市場といったものをしっかり入れることが具体的には勧誘ではないかというふうに考えております。山岡達丸君。その容量市場は4年後ということなんですよね。もう4年以上前に局長は懸念を表明されている、おそらくそういう声もあったんでしょう。でも私はですね、先ほど、まあ、松山部長が、まあ、過去の答弁で自由化は、まあ、絶対に正しいというような趣旨をお話しされたことを取り上げましたけれども、私は自由化そのものを否定しているわけじゃないんですが、絶対に正義だという旗頭にですね、さまざまな懸念の説明も十分にしてこない、あるいはですね、それに対しての対策もですね、なんとなくしてこない、その結果、現在があるんであるんとすればですね、やはりですね、この一度立ち止まって、もちろん過去の規制料金の頃に戻せばいいということは申し上げませんけれども、一番大事なのは、やっぱり国民の皆様の電力、きちんと安心して安く使えると、まあ、このことはお話もありましたけれども、まあ、今回、オリンピックにも影響するのかしないのかとか、さまざまなことを生じ、また本当に冬には足りなくなるような状況になってしまったことを踏まえればですね、私はそこの部分がすごく駆け落ちてるんじゃないかということを強く思うわけであります。小売りのこの新電力と言われている小売りの方々の将来をどう導いていくのかという視点だってですね、例えば、まあ、この、まあ、岸君も松村さんがですね、自分たちで発電能力を持てば回避できるのだという話もありましたけれども、まあ、もっかこの国では再エネの電力をどうやって増やしていくかということもある中で、小売りのですね、発電能力を持たない方々に、こういう分野への進出をですね、政策誘導していくようなですね、措置だって、まあ、十分あり得るんだろうと。小売りと発電をですね、同時に持てばですね、まあ、今回のようなですね、一方的に負担を生ようようなこともならなかったんだろうと思うこともありますし、まあ、そうしたことも含めて、まあ、このですね、スポット料金も大高騰しましたと。そして、またこの夏、次の冬、設備が非常に厳しいと。そして先ほど佐藤局長は容量市場が入ればと言いましたけれども、キロワットの問題じゃなくて、アワーの問題。その瞬間に燃料がどこまであるかという問題の議論については、私は昨日も資源エネルギー庁の担当者に確認しましたが、過去にそういう視点での議論はしてこなかったというような趣旨のお話がありました。いや、全くしてこなかったかどうか分かりませんが、少なくともそこがメインではなかったという趣旨のお話もありました。まあ、最後の残り時間でありますが、大臣に、まあ、このことをですね、総じて伺いたいと思うわけでありますが、まあ、繰り返しになりますけどですね、まあ、この国民の皆様の利益が生み出されるという意味で、自由化にした方が良いだろうということの、まあ、そういう流れがあったことは否定しないわけでありますが、しかし、先ほど申し上げましたが、電力というものはですね、付加価値もつけにくい、サービスをこうですね、安売りをすることのリスクをどう取るかという方向に走りやすい、そこに発電事業者もいろいろ巻き込まれていく中で、予備力も持つことも非合理的になり、そして小売りもですね、まさにリスクヘッジをしないまんまビジネスをしていくことによって、大きな問題が生じてしまったと、そのことを強く思うわけでありますが、大臣、総じて最後にご見解を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。自由化は流れであったと思っております。そういった中で今の自由化、そして部門間の調整をするのが市場であると思っておりまして、その市場が健全に機能することが求められるわけであります。私は事業者の情報開示のほかにも、経産省もこれまでの議論について、まあ、しっかり開示していくということが必要でしょうし、実際にじゃあ足りないときにはどうしていくのかということの議論も透明にしていかなければならないと思っております。一つ自由化の中でですね、もう一つ加わった要素として、カーボンニュートラル、そして非効率石炭化発のフェードアウトという問題があります。
まあ、そういった中で他国とは違うような状況の中で、まあ、今回また体質が早まっている火力発電所というものがありますし、そういった中で起きてきていると思っております。これはそれぞれの立場側からの知恵ではなくて、みんなの知恵を合わせながら、これからのカーボンニュートラルを目指す上でどういう電力の制度がいいのかというものをしっかり議論をして実行していかなければならないと思っています。山岡達丸君。はい、2030年2050年それぞれ目標はありますけれども、目の前のことも極めて重要だと思いますので、そのことを申し上げさせていただいてですね、答弁、私の質問を終わらさせていただきたいと思います。ありがとうございました。次に落合孝之。